宇宙人狼アマンガスの簡単なルール説明や。ルール知っている人は本編開始まで飛ばしてな。プレイヤーは宇宙船の船員たちや。目的は全員が仕事をこなして仕事ゲージを満タンにすることや。しかしプレイヤーの中には船員のふりをして近づき全滅を狙うごっつ悪い連中が混じっとるで。正義の味方クルーメイトに選ばれたプレイヤーはとにかく仕事や。プレイヤーごとに別々の場所にあるタスクっちゅうミニゲームを片っ端からクリアして全員がタスクを終わらせたらクルーメイトの勝ちやで。悪の怪物インポスター略してインポに選ばれたプレイヤーは仕事してるふりしつつクルーメイトをいてこましていくのが仕事や。クルーメイトの人数がインポスター以下になったら勝利や。インポスターは電気を消したり扉閉めたり制限時間付きの緊急イベントを起こしたりしてクルーメイトの邪魔ができるで。ただ一回使ったら数十秒間使えなくなってまうから注意が必要やな。クルーメイトはインポスターに対して反撃はできへんけど死体を見つけたら通報すれば全員を強制的に集めて話し合いを行うことができるんや。議論で怪しいと思ったやつに対して投票して最多票を集めたプレイヤーをゲームから追放することができるで。インポスターを全員追放したらクルーメイトの勝ちや。マップ内に存在するエマージェンシーボタンは全員が一人一回だけ押せる面白ボタンで死体を発見してなくても全員を集められるめっちゃええやつやから大事に使わなあかんで。仕事もしつつ殺されんように注意しつつ怪しいやつを探すクルーメイト、知らん顔しつつクルーメイトを片っ端からどつき回していくインポスター、果たして勝つのはどっちのチームや。ミュート。はい、というわけで、インポスター回ってまいりました。ワイワイさんと一緒ですね。はい、やっていきましょう。というわけで、まあサクサクっとね、を殺していきたいんですけれども、これがね時間かかるよな。もう時間かかるからちょうどいい時間稼ぎになるということで、ワイワイさんまだやってない。お、小島店員、はーい、よいしょよいしょよし、出て出てで、ウェポンで仕事してるふりして。ああ、今、サボタージュ間に合ったな。サボタージュすればよかった。あ、でもやってくれてる。うわー、ざっくりやられてんなー。うっそ。なるほどな。小島さんがバイタルの前ぐらいで死んでました。バイタルの前。ああ、そんなことバイタル前。はい、大胆。うん。ああ、あれか、うん。うん。そうそう、心電図のやつ。うん。うん、で、そうね。シャオ多分まず見てたのが、最初小島さんとワイワイさんがメッドウェイの方向向かっていく見てて、これ殺そうとしてんちゃうかなと思ってちょっと離れて身に戻っていったらやってなくて、でもそれが小島さんとワイワイさんやった。だから、うん、でそこからそのままワイワイさんがメッドウェイでタスクやってるのを見ながら除染室通ってスペシメンやってアドミン見てバイタル前やから、うん、ワイワイさんではないと思う。殺されそうなし、はったし、はいはい、うん、俺、でもまあその時の行動からいくとメッドベイからまた戻って、うん、ほんで左の方のそのストレージの下を通ってでエレクトリカに行った時に隊長と最後会いませんでした。うん、うん、なるほど。もうそのワイワイさんとすれ違いましたね。あ、ほんだそうやわ。あ、じゃあ、その後先生と俺が会ったかな。俺正直突然さんに俺ぶっ殺されると思いました。いやキル早いな。あ、女性室に逃げ込んで。みんな最初に。そうそうそう。女性室行って、女性室は俺怖いから行かんかった。うん。確かに。あれ？そこに僕いませんでした？そこ。最後の最後、ヒラ君ファって。あ、そうです。そうだったんですね。はい、僕ヒラさん見えてなかったっすわ。はいはい。今じゃあの一番奥からファって出てきたね。そうですね。はい。ヒラとしぞうつがラボ付近。そうです右上ですね。上の除染室あたりですね。で、ワイワイさんメッドベイでタスク頑張ってたんで。メッドベイ、うん。あーぶん。シャオ君全く見てない、ね。シャオロン僕、ね、最後に見たストレージですね。うん、見てねえな。シャオロン君なんかどうなったっけ、なんか。じゃあ今その平土地蔵打つがラボ方面に行ってワイワイさんタスクやってたのを見に行ってるんであれば、ワイワイさんは一番白くて。うん。うんうん、その3人もある程度一緒にいたんであれば浮いてる。そうですね。富士、うん、隊長、トワポンあたりの話かな、うんうん、俺は、セキュリティの方をタスクやってから O2 行ってただけだな、うん、あ左俺最後ウェポンにいましたね僕は。
ウェポン、はあ、はあ、はあ、ウェポンか。いいからな。様子見ます？え、怖いな。押しますか。早いな、最近でも、マジで。最近って、ね、最近の動きはね、大胆やね。よう人死ぬともなるとな。はい、というわけで、まあ、ワイワイさんがやってくれてたおかげで、ええ感じですね、今んとこ。んーで、ちょっとこの辺のタスクでお茶を濁しつつ、あ、やってくれてない。お茶を濁しつつ、ちょっと俺、あれやな、単独行動が多くなりすぎてて、あいつなんかずっと一人でいんねえ、みたいな感じの。音？はいはい。せっかくなんで、もう少し話しましょうか。はい、誰も死んでない。よし。藤戸和子隊長の話を聞きたい。そうですね。まあ、俺は、うつくんと、なんかさ、うつくん多分、うつくん多分俺と一緒に行動したかったんだろうけど、俺は拒否したんだ。そうですね。あの、セキュリティの入り口とかエレクトリカのちょい上ですよね。その上、そうそうそう。ええ。きっと彼がインポスターなら俺は恨みがあるから殺されるだろうなと思ったから拒否したんでね。いや、だいぶ富士山の割ちょろちょろして殺意の有無を確認してましたよ。いや、でもそこでっきりっすね、僕富士山に会ったの。そうそうそう。で、うつくんは右に行って俺はセキュリティの方行ったんだよね。うん、だから富士山の話的にはまあおかしくはないと思います。左側にいたっていうのは、うん、だから俺はそうはね、あー、なるほどね。そう、左に行ってセキュリティ O2 にいたって感じ。うん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 、うんな、シャオロンがどこで死んだかが分からへんもんね、まずね。そうなんですよ、全然分かれへん。手が難しい、うん、あで、タオコさん どこいてはった感じですか。あ、俺詳細あんまり覚えてないんですけど、オフィスはね、何度か通りかかってる。あ、そう、通りかかってるけど、コージーマさんやね、死んでたの。うん、は見てないな。で、最後はウェポンやってました。 あんまりだから誰とも会ってないかな、まあ、結構発見してそんなに時間は経ってないとは。最初メッドウェイに出たのを見てたから。ウェポンにいたんだったら最後隊長さんと一緒だったって感じだ。隊長いたっけ。いや、ウェポンには行ってないかな。あれ、うん、隊長さんだっけ、最後ウェポンにいたって言ってませんでしたっけ。うん、どうだったっけ。いや、ウェポン、はい、ウェポンからエレクトリカルとかそこら辺のところのやつうろうろしたんだっけかな。ウェポンは、はい、ウェポン室からエレクトリカルの、まあ、なんかこの広松が道のあたりのところで、うん、確かに翔くんは見たような気はするけど、うん、死ぬ前に、うん、どっち方面に向かってたとかわかる。だったらな、上だったっけな、下だった。いや、僕が上の方に行ってたから、あの、もう道分かれて最初かわいいな。しどろもどろやもん。ちょっとなんか白いのが動いてたな、なんか。そうか、気がするよ。ちょっとトワポン隊長が、ああ、まあ、ほんならちょっと僕誰かと行動するようにします。うん、わかんないな。うん、次2人は殺されたくないね。はい、というわけで、ちょっとそうですね。じゃあ誰かと一緒に行動するようにしようかな。じゃあ、ひらとしがたまたまおったから、置いていこうかな。で、僕は、ラボラトリーの方に仕事があるので、そっちの方に一緒に行ってもらえると嬉しいなーっていう、この、っていうタイミングで。おっと、電気消えたのに、歳三さんが、行こうとしない。まあ、ここちょっと、キルはせずに、信用取りに行こうかな。うん、俺ずっと一緒におったよねっていう。ずっと一緒におって、この間、何も悪さしてへんよねっていう。あれ、つけへん。ちょっと待って、俺今回真面目にやってるぞ。歳三さん右上に仕事ある感じやったよな、あれ。俺右上に仕事あるふりしよう。右上に仕事あるんで、あれ？
なんか歳三さんどっか行っちゃったな。はぐれてもうた。近くにおったから隊長とずっと行動しています。標本室でキルはしたいけど、ここでキルしちゃうと、もうもはやバレバレやな。バレバレやな、これ。ちょっと今回、ちょっと次の通報というか、次の、が入るまで、誰も殺さずにいようかな。ここは信用を取りに行ってもいい場面やと思うな。あれ、フルコンさん。ああ、なるほど。標本室に、アイコンが2つあったから、確認しに行ったんかな。これ神殿じゃねえ読みやな。富士がやってくれた。サンキュー。はいはい。はいはい。平田死んでますよね、これ。あら、死んでる。わあ。今の前は。バイタルで確認しました。はい。そうですね。で、リアクターなる前です。僕も見てました。ああ、そうですね。フルコンさん見て入りましたね。うん。で、見てたのが、そう、リアクターなる前に、死んでて、で、アドミンで見て、リアクターなった時もアドミン見てて、はい、スペシメンに2人いるなと思って、ここかなと思って見たら、トワポンと隊長がそっちから来たので、はい、この2はトワコ隊長だったんで、この2人できない。で、先にスペシメンから出てきたウツ先生も多分できない。うん。うん、で、初版から僕、ワイワイさん白く見てるので、うん、藤利どっちか。で、さらに初版で若干浮いてた藤が俺は一番黒いかな。俺も藤君は怪しく見てるかな。ちょっと今回、はい、停電直す時の妨害がえげつなかったんよ。あ、はいはい、スイッチの妨害が。なるほど、ね、その時に、うん、あの藤君あ2人いたな、隊長もいて、はいはいはい、いなかった？うん、エレクトリカルに。あれせやったっけ？あれおらんかった？あれせやったっけ？最後直った時に顔出したけど、直した。ああ最後、そう2回になりました。あ、一回目の話かな。あのエレクトリカルのやつはぐちゃぐちゃしてたね、確かにね。すごいぐちゃぐちゃしてて、あの一番長い時だよね。うん、うん、俺その時直んないからボイラーの方から上上がって見に行ったら、顔出した時にちょうど終わった。あれさったっけ、うん、見間違いか。それはいない、そこに。一回目の停電、僕も最後の方に来ましたね。富士山いたかどうか、ちょっと僕も記憶が定かじゃないですね。あ、いたいたいた。ワイワイさんは、あ、僕ははい。俺外側から見てたんよ。あの、なんていうの、うん、網の外から俺見てた。ああ、ごちゃしてたから。そこはね、投票した方がいいかなとは思う。網の外側から、網の外側から停電のやつ見れる？見れる見る。あの右側ら、ね、見れる。ああ、そうなんや。そういうことか。右からか。あ、ちなみにラボにいたよって人います？ラボ？ラボ？あれ？言ってないな。ラボ最初は、あれが見間違えたかわからんな。最終地点ラボの方多分いない感じですか、これ。最終なら違うかな。多分ね、うん、アドミンで見た感じ、多分平さんラボで死んでたんじゃねえかなっていう、あれですね。でもリアクターの右直したのは藤君か。投票した方がいいと思います。私は違いますよ。本当に違いますよ。え、これちょっと待って、わからへん。え、マジ？入った。あれ、これ、これマジで違う。まずい、やばいって。まずいかもわからん。ダブルキルかな。これ、もう一人も釣った方がいいよ。だったら、その歳三さんも。これ、いや、俺じゃないね、俺じゃないね。やばい。ええがな。潰し合っとるがな。あ、ええがな。これ、インポスターお茶会。ごめんなさい、押しました。押した方が。はい、はい、はい、はい。いや、ナイスボタンです。どうしようか。まあ、あの、したら、うん、あの、ダブルキルするんだったら、エレクトリカル。まあ、でも、まあ、富士の言う通り、ローラーしておいてもいいかもしれない。あれ、一人は見間違い、見間違いやったら怖いな。なんか、神殿図見てアドミン見てた時に、なんかフルコンさんが
なんかね、あの右上に行った後また左下から出てきたみたいなのがあった気がして、これも見間違いやったり、あ、なんか全然自信なくなってきたな。それはね、見間違いですね。いや、やばい、見間違いやったらほんまに。ただリアクターの解除とかにフルコンさん全然関わってなくない？リアクターは、一回も行ってないから、一回も一回ぐらいしかなってなくない？エレクトリカルは行ったよ。リアクターは2回なってるかな？なってる。今の。俺、藤君、ワイは。今の抜きで2回なってないですから。あ、そう。今の抜きでなってた。え、違うっけ？で、直した後にトワコさん見てみたいなのあったけど、とにかくフルコンさんを見てない。まあ、ほんま、行ってないって言ってるもんな。ファイナル見てましたね。うん。怖いから。ああ。で、でも、僕結構相当村目線で議論を進めてると。まあそれはそう思う。いや だけにみたいなんだ。まあでも俺も疑われたらもう言うしかないからな。疑われたっていうか、まあこれはローラーですね。まあ、ね、これローラーなんすか。マジか。でも俺なんで、え、でも富士怪しいって最初に言ったフルコンさんやし。あれフルコンさん、うん、富士怪しい、歳三さんはそれに補足してただけじゃないのって思ったんですけど。違うよ、これ富士歳が今回の犯行にしては関しては両方で、で1回目の犯行でも富士が浮いてたから、どっちかというと富士かなっていう言い方、うん、それで歳三さんがローラー対象になるんですか、今回のあれやから。え、うん、いや、今回のやつは俺はこれフルコンさんに入れるよ。マジか。自信ないけど。いや、うわ、これはね、むしろちょっと俺的には濃くなってるからと。申し訳ない。それ、いや、うん、マジか。マジか。気ぃつけてみんな。うん、別にローラーしとくの安心な場面なんで。ああ。勝ったよ。勝ったわ。これもう、キル切れるまで、キルのクールタイム終わるまで。ああ、よかったよかった。まあ、じゃあ誰でもええわ。じゃあ、うつくん、君に決めた！しゃー！よっしゃー！うわ、マジか。よっしゃー！全然わからんかった。あれー、すげえ。まったくわからなかったな。いや、そう。ええんかいなって思いながら。地獄だー。いや、全然やだこれ。これ最初にワイワイさん白出ししちゃったからちょっとやばかった。そのワイワイさんに僕殺されましたもん、後ろからグサーって。いやー、これは、いやー、ごめん、全然わからんかったな。見間違いも多分ほんまなんやな。でも隊長がもしね、隊長の真後ろでシャオロンを殺したからね。そうなんですよ。そうなんです。僕は隊長さんにずっとくっついていってたんですよ。あれでワイカビーしてたのに。やったんだ。フルコンさんミュートよ。フルコンさんミュート。あ、お前、そっか、邪魔してたのはワイワイさんか。むちゃくちゃ沼展開してた俺。やった。俺もう全くやったこれ。いや、でも確かにエレクトリカル見てたの発言ちょっとはっみたいなとこありましたよね、なんか。あ、ほんまや、そこをみんなもっと振り返って。いや、なんか、あ、見えるんだ、ふーんと思っちゃって。あ、そうだよね、そうだよね。ワイワイさん、下側におった気したんやな。いやあれ右でした。あれもじゃあもう俺の脳がおかしいな。だけどでも全然あれでしたね。いやでも最長が可愛かった。いや確かにそれはそう。最長可愛いな、ね、なんか。いやでもこれはマジで分かんなかった。やった、今回なんかもうワイワイさんが疑われたら俺がキルして、俺が疑われたらワイワイさんがキルするみたいなんでめっちゃ分担できてたんで、すごい散ったんですよね、疑いが。良さそう、楽しそう。いや、ワイワイさんマジ分かんなかったな。うん、いやめっちゃそう、すげえ助かってました。いや、分からん。分からんかった、最後のやってる感すごかったからな。そう、なんかめすごいステルスキル連発するやんこの人と思いながら今参加してた。こら3万回やってますわ。やってるな。
隊長側に言われたらもう一発目ですけど捕まってたけどね。そうなんですよ、僕見えてましたよ多分隊長危なかった。ケンさんかな。